ブンブン。ハロー YouTube。どうも、まさるです。今回はバ i o の2022年新型モデルが発表されましたのでご紹介したいと思います。新型モデルと言いましても、昨年発売されたバイオと同じ筐体を使っており、スペックが一部強化されたモデルになります。バ i o にもいくつかラインナップがありますが、今回登場した新型モデルは最上位機種バイオ z というモデルでカーボンのボディを搭載したモデルになります。引き続きカーボンボディを搭載し、なおかつ今回発表されたモデルはさらに処理性能の高い CPU を選択することができるようになっています。では本体のデザイン的なところ、特徴的なところはもうこれまでとほとんど同じですので、価格、それから今回選択できるスペックについてご紹介します。 あと最後に一部だけではありますが少し仕様が変わっているところがありますのでその辺も最後にご紹介したいと思いますでは今回発表されました最新モデルスペックと価格をご紹介しますこちらが実際に商品を購入することのできる注文ページになります今回はカラーがシグネチャーブラックブラックの2色展開 シグネチャーブラックにカスタマイズする場合はプラス22000円となります OS につきましてはこれまでは Windows 10しか選択できませんでしたが今回からは最新の Windows 11 Pro か Home かどちらかを選択することになりますそして処理性能に関わる部分 CPU がこちら今回から Core i7 11390H を搭載することができるようになりましたメモリにつきましてもノート PC ということではありますがやはりハイエンド用途で買われる方も多いのでメーカー純正で 32GB のモデルを選択することができますディスプレイは14インチ 4K かフル HD か選択することができ ビジネス用途であればフル HD でも十分ではありますが、例えば画面をキャプチャーして何か資料作りをするという方の場合は、こちら 4K モニターを搭載したモデルの方がより解像度でキャプチャーすることができますのでおすすめとなります。ストレージにつきましてはこの4つから選択することができます。最大で 2TB までを選択することができ、 やはりノート PC でもたくさんのデータを保存したい場面が多いのでこの 2TB を選択しておくとゆくゆくは安心かと思います特にバイオ Z の場合価格が高いので一度購入したら2、3年は使い続けるという場合も多いのでこのように最初からスペック高めのものを選択しておくといいかと思いますあとはキーボードはバイオならではの英語配列を選択することができるほか、 日本語配列でも金文字がないタイプというのも無料で変更することが可能です。少し特殊なところで言いますと全く刻印のない無刻印モデル。こちらも選択することができます。何も印刷されていませんのでどのキーを押したらいいのかわからないところもありますのでブラインドタッチが苦手な方はもう普通に金なし程度この辺のキーボードを選択しておくといいかと思います。 以上の構成。CPU が Core i7-11390H でメモリ 32GB。モニターは 4K ディスペイ。ストレージは 2TB。こういった構成で購入した場合、いくらになるかと言いますと、価格はこちら。 この画面で言いますと画面下の方に入れていますがこちら税込み47万6080円となっていますですので引き続きかなり高価格帯の製品であるところには変更はありませんが価格は高くてもいいのでとにかく薄型でハイスペックな構成のものが欲しいという方にとっては14インチの軽量なカーボンボディでいわゆる H プロセッサーという ゲーミング PC にも搭載されるハイスペック CP を搭載したモデルが選択できますので軽量でハイスペックなモデルが欲しいということによっては数少ない選択肢としてこういったモデルあると嬉しいのではないかと思いますでは基本的なところにつきましては昨年のモデルと共通ではありますがスペックスペックを張ったところが一部ありますのでそちらもご紹介しておきたいと思います 変わったところで言いますと、特にテレビ会議なので役に立つ音声通話の部分。AI によって音声をくっきりクリアにするという機能が改善されています。騒がしい環境で使っても周りのノイズを抑えることができるなど、こういった機能が強化されています。この辺の機能につきましては、バイオだけではなく、パナソニックなどもレッツノートシリーズに搭載していますので、 別にバイオでなくてもその他のメーカーのモデルでもこの機能は活用できるモデルも多いですが低価格なモデルの場合は搭載されてない場合もありますのでこの内蔵のカメラを使ってテレビ会議などをしたいという場合特にヘッドセットがな,らない環境ではこのノイズリダクション機能というのが役に立ちますので本体だけ手軽にテレビ会議をしたいという場合はやはりこのモデル使いやすいのではないかと思います。 ただし、そもそも音質につきましては、ヘッドセットを使った方がいい音で、テレビ会議などをすることができますので、あえてこういった高い価格のモデルを購入しなくても、普通にヘッドセットマイクを使えば、それだけで音質は改善しますので、その点も考慮して、40万以上出してこのモデルを購入するかどうか、その辺を考えるといいのではないかと思います。ということで、今回は、バイオの最上位機種、 バイオ Z に2022年モデルが登場しましたので、スペックはどうなのか、そしてその価格はどうなのかご紹介しました。国内メーカーのノート PC で言いますと、バイオと同じくパナソニックのレッツノートシリーズも2022年春モデルが登場しています。レッツノートの方につきましては、何か CPU が大幅に処理性能がアップしたということもなく、 基本的にはマイナーアップデートで、そこまで大きな違いはなく、あえて春モデルにこだわる必要はありませんが、店頭で販売されるモデルにつきましても、多くのモデルが春モデルに入れ替わってくるかと思いますので、これから何か新しいモデルを購入しようと思っている方は、パナスニックのレッツノート、ほとんどスペックが変わっていませんが、こちらのモデルを購入してもいいですし、あとは今回ご紹介しましたバイオ Z。 そちらを選択するというのもいいかと思います。ちなみにパラソニックのレッツノートの最新モデルにつきましても少しご紹介しておきたいと思います。ラインナップは昨年に引き続き5計3つのラインナップになります。まずは昨年から登場しました FV シリーズといって14インチで QHD のやや縦長の解像度のディスペイを搭載したモデル。それから SV シリーズといって人気の12インチのモデル。 あとは QV。こちらは12インチのディスプレイを搭載したモデルではありますが、SV シリーズとは違い、タブレットとしても使うことができるモデルになっています。現在のラインナップはこの3つになります。以前あった12インチのモデルというのはもう排出されてしまい、比較的画面サイズが大きなモデルが中心になっています。 どのモデルが一番おすすめかということですが、やはりまだまだ自宅で作業をする時間というのが多くなってきます。ですので人気のシリーズは12.1インチのモデルではありますが、昨年に登場した画面サイズが最も大きなこの14インチのモデルあ、この辺のモデルが今後おすすめできるモデルかと思います。特に今年もおそらくはまだまだ例の感染症の関係で 外出する機会とというのはとても少なく自宅でいかに作業を効率的に行えるかというところが重要になってきますのでやはりこの141モデルこのモデルの最新モデルあたりを凝っておくと失敗はないのではないかと思います価格につきましてはやはりこちらもまあまあ高め最低構成でも27万6千円からということになりますので 決して安い買い物ではありませんが、それでもバイオ z と比べますと、まあまあお手軽な価格で購入できますので。ややバイオ z の方はデザインが尖りすぎていて、ビジネス用途としては使いにくいという方は、レッツノートシリーズ、こちらを買われるといいのではないかと思います。ということで、後半はレッツノートの話になってしまいましたが、バ i o の最新機種バイオ z の新型モデルが登場しましたので、 ご紹介しましまたなお、そもそも今回ご紹介したモデルは、どれも価格が高いモデルばかりでしたので、もっと低価格。スペックは高いけれど、10万円ちょっとで購入できるようなノート PC。販売ページのリンクを動画の概要欄の方に貼っていきます。そちらも気になる方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。